さあ、久しぶりに恋プロやっていきましょうかね。どうもアザラシです。久しぶりに起動したら1周年記念イベント開催中だそうですね。1周年なんだ。ということでやっていきましょう。何なんだろうな、運命の人の生涯を共に。もう結婚しとる。いつの間にか結婚。あ、また横を縦にしないと分かんないやつや。こういうの丁寧だよね、このゲーム。こういういちいちイベントのために。お前がいるから俺は未来に希望が持てる。君の盾になるという栄誉を僕に与えてくれる。あ、かっこいい。いいセリフだ。俺の楽しみや幸せは君次第なんだ。これは俺にとって一生で一番重要な決断なんだ。ほう、誰かが助けてくれるとは限らない。俺が子供なら譲ったりしないよ。お前が風の中にいればいつでも見つけられる。危険な目に遭ったら直感を信じなさい。そのセリフも聞いたことあるぞ。もう何も俺たちを引き離せはしない。君との約束は一生かけて果たすつもりだ。一生かけて君を愛し守るって心から誓うよ。なんだ今の美麗なイラストは。全てを俺に委ねるといい。やば、気合入ってますね。恋とプロデュース1周年イベント幸せの更新曲6月23日共に奏でよう。今7月なんでね、もう終わりいますね。だが間に合ってよかった。いいものを見させてもらったわ。はい。いやー、なんだろうな、どのイラストかは。でも一つ一つかな、気合入った絵だったな。吐くあの日の風、キラ光をまとって月日とともに。いやー、いいゲームだよねこのゲーム。まともにあんまりやってないけどさ、あんまりやれてないけどさ、つくづくいいゲームだよな。もうちょっとゲームシステムをもうちょっとこうゲーム性に近い入れてほしいなって個人的には思う。そしたらもう化けるよこのゲームは。ただ化けるけど、多分もうこれ以上どうにもならないから、このゲーム自体は。これ以上っていうか、その、まあ、何かこれ抜本的なシステムの改革ってできないと思うから、まあ、このゲームはこのゲームなんだけど、この会社の次に出すゲームは非常に期待が持てますね。じゃあまあとりあえずデート、とりあえずデート、好きな相手を選んでください。全一択。え、これなんだ。解放解放解放になってる。え、何これ。デートインタビュー。解放してみるか。スタート。ボイスをダウンロード。当然ボイスをダウンロードします。0.4 なんですけど、やっとインタビューの順番が回ってきた。全の長所をいくつか褒めていると、具合が悪化し、苦しくてインタビューを続けなくなってしまった。どうしよう。5回はまだ解けていないの。あれ？これもう、ボイスを入れたの？スタートしてみましょう。なんだろう、このルール。今日は我が社にとって特別な日。私たちの会社と、ファーレイが共同で番組を作ることになったのだ。というのは建前で。は？あれ？これ、ん？最初の方の話じゃないの？中でも、ケンさんの衣装、服装は衝撃的だった。ケンさん！なんかよくわかんねえな。違うかこれ。ちょっとした筋だ。この縦の、あれか。ジャケットの中にちゃんとジレまで着込んで、ジレって何？俺、よくわかんねえ、ジレとか。あれ？高級なフランス料理とかに乗ってるニコゴリみたいな。ちょっとした取材であっても我が社の対面を損なうわけにはいきませんから。私も CEO のアシスタントとして恥ずかしくない格好しないと。はあ。いまいちそのキャラクターの、あれが分かってない。え？ 12 も使うの？絆の約束？まあいいや、読んでいこう。おまけに今日は体調もすぐに、はっきり言って、今の私は全く使い物にならなかった。この状態でカメラに映りでもしたら最悪だ。自分が撮影から逃げ切れたことを喜んでいたその時、カメラマンが私の元へ走ってきた。
その手にはカメラを抱えている。ちょうどよかった。あのね、今日の撮影には君にも出てもらうから。ほう。体調良くないからカメラには映りません。そんなの許されるの。ほう。まあ。男だったら別になんか体調悪いって言ってもまあ、なんか、あんまり気にしないかもしれないね。写真写りはそんなに変わらないのです。これはなんていうか。まあでもそうか。主人公はあれだから。なんか、エボルバーみたいなあれだから。それでなんか体調悪くなったりするのかもしれない。アザラコは、カメラの前に登場した禅の洗練された佇まいに、その場にいた人々の視線が集まった。なんぞ？いや、一節読んで、二節読んで、三節目スタートしようとするとっていうこと？これ、なかなか厳しくない？読もうと。まず、ボイスを再生するまでに、至らないってことか。ほう。ほう。解放させようにも。あれ？さっきのやつどこに行ったの？消えた。新しいデートがあるのみで、あ、こっちか。インタビューで、ここまで進んでるけど、ここに行きたかったら、24のハートが必要で、ああ、読めないんですね。悔しいけど、こういうもんか。どんどん要素が加えられているってことか。なるほど。23とか24とか、なんなんこれ。怖いんだが。怖いんだが。なん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 。うわー、怖い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 。細かいことは明日なそう。どうしたんだ？他のことで忙しいのか？なぜ電話に出ない？臨時の出張があるときは、出張があるときは俺に言え。急にいなくなるんだ。着陸したか？着いたら電話しろ。お前の度胸は、ますます大きくなってから。もういい。ここら辺、ちょっともう、突き放しちゃ諦めかけて、目が覚めたらすぐに連絡しろ。まだ命令中。映画祭は終わったが、これも関係ない話で攻めてる。お前が見たいと言っていた映画だぞ。もう公開されているぞ。帰ってきたら一緒に行こう。これもちょっとあの犬みたいになってね。病んでる。今日帰ってくるのか。このゲーム面白いよ。コイプロ面白いよ。今日帰ってくるのか。どのフライトだ。迎えに行く。もう待ちきれなくなってる。ソーベニオのプリン、ソーベニオのプリン持って行ってやろう。なぜ電話に出ないんだ。まだパリに行くか、パリに行くのかって言ってる。もう気になりすぎてシャルル・ド・ゴール空港に行っちゃってる。パリの空港ですよ。今どこにいる。返事したいんだが、帰ってきたよ。帰ってきたよ。即返してる。面白いよ、面白いよ、コイプロ。他の連中はまた次の機会に言いましょう。無視してタイムライン投稿。面白いよ、コイプロ面白いよ。よし、行こう。ストーリー進めていこう。毎回ちょっとずつストーリー進めていかなきゃ、もう、これで笑い転げてたらいけないわ。いけない。どこ押すんだっけ？スタートだっけ？これでいいんだな。よし。これですね。これまだ、ステージだから、あ、普通にストーリーだった。ふぅ、いやちょっと汗かいた。面白い。悔しいが善の助言に従い、冷蔵庫にプリンを預けてから、ディレクターの元へ向かった。めっちゃガチ切れてるやん。監督。二度目はないからね、キラがステージでずっと待ってんのに、もうキラの話は別にいいや。流していこう。人垣の中央にいるのは、業界でも有名な女性ディレクターのジェンだ。ジェンさん。
かつて演出を担当したドラマはテレビアモーレだっけ、テムレバラバラ、テムレバラバラ、過去最高の視聴率を叩き出し、今は自分の会社を立ち上げ番組を制作している。以前の視聴率がたった 0.3% の X プロジェクト、今のような S 番組に育てたのも彼女だ。これがいわゆる大物ディレクターの企画、怖いくらいいったな。なんだその、なんか、あの、かなり2、3歩引いてから見てるあれ。見てる感想。そうなんですか。私、今日、家、頑張ります。すごい痩せ、唇の重いし、大丈夫ですか。女性はうなずいたものの、急によろめいたので、私は慌てて彼女を支えた。ダメ、今、現場に迷惑かけるわけには。音声スタッフで実際何やん。私が帰ります。大丈夫。大学で音声の授業を受けたことがあるんで。大学レベルのあれで通用するあれなのか。大学レベルのあれで通用するあれなのか。すいません。お願いします。私は音声マイクを受け取った。授業を受けたとはいえ、実際の撮影でマイクを持つのは初めてだ。内心びくつきながら、ただただ問題が起きないようになって。あの、あれだよね。こういう風な、あの、丸くてビーンってなってますよね。これ。こういうやつ、ビーンってなって、こう。あの、カメラに映らないように、あの、カメラの前で立って喋ってる人の、この上のところとかにこうマイクをこうやってるやつだよね。ふわふわのやつね。まあ、今まではあんまりよくわかんなかったけど、あれすごい大事なのよね。こう。高いところからこうやって、大きいやつでこうやってやるやつ。あの、もふもふのカメラね。結構ね、野外で特に撮ろうと思うとね、肩でさえ打てるんです。風の音がね、ボワボワするんですよ。それが、ああいうでっかいマイクを使うことによって、音がクリアになるんですね。気をつけて。はい？本番10秒前。落ち着いて。はあ、私はゆっくりうつむきからひらを見守ったって、これは何なの？喋ってるの？喋りゼリフなの？これ。キレがジェンディレクターを振り返り、 OK のサインを出した。合図を出した。アクション。キレはカメラに背を向けると、羽織っていた上着をさっと投げ上げて正面を向く。バサラバシャー、正面バシベシッ。金髪をわずかにたなびかせ、カメラに向かってウインクすると、ためらいもなく飛び降りた。さっそうとキレがステージに降り立つ。彼は振り向きざま、カメラに向かってバッチリと笑顔を決めた。バッチ！君の願いを叶えてあげる。なんじゃいそれ。あれだよね、キラって、手越のイメージ。でいいんですか？世の女性の方々、手越のイメージでいいんですか？手越ですか？キラのパフォーマンスをこんなに間近で見られるのは初めてで、ドキドキが止まらない。パフォーマンスっていう、あれな、これ。少しの沈黙の後、撮影現場に全員から熱烈な拍手が鳴り響いた。キラ、いいわ、上出来よ。こんな現場なん、例えば手越とかドラマに出てたらさ、女性スタッフとかがさ、こんな感じなの。ジェンさん、もう一回撮った方が良くないですか？手越がトップダンス。もっと思い切りよく飛び降りた方が良かったかなって。手越が男性トップアイドルなのかどうかはちょっとその知らないけどさ。知らないけど。今一番人気の男性アイドルって誰なんだろうな。俳優でもいいけどさ。そういうのよくわかんないや。まあ、女性もわかんないけどな。今一番の女性の慣れって何なの？橋本環奈なの？橋本環奈はいまいちだな、俺は。まだ荒垣結衣の方がいいや。私の視線で感じたのか、彼がこちらへ振り向いた。頑張れ。うるせえ。口の動きで伝えてくれて頑張れが、頑張れって言っている、聞こえてほしい、あなたにも頑張れちゅうことですね。人に優しい。取材に来たはずが、どうしてスタッフの仕事？いや、倒れそうな人がいたから助けてあげたに、すいませんよ。ちょっとした成り行きで手伝いをする。言わないんだ、成り行きでとか言って言っちゃうの。 AD が与えた。キラ、次の準備に行って。はい、アザラコはどういう立場で、どういう立場でここにいるの？じゃあまた。じゃあまた。これね、ついね、パソコンの画面に近づくとね、こうトラッキングがね、すぐ外れちゃうんだから、ちょっと後ろに下がるといいんだけど、ちょっと後ろに下がると首をこういう風に振ってもトラッキング外れないんですね。だから大きな動きができるんだけど、文字小さくてね、近づきたくなっちゃうんだよね。
あ、読んでなかった。もし読んでなかった。あと、もう一つ近寄りたい理由は、このカメラが、カメラ、マイクがね、机の上に置いてるからね。少しスピード落とせませんか。あんまり遠すぎると声が入りにくいみたいな。綿雨が吹き飛んじゃいそう。綿雨が吹き、綿雨、綿雨。綿雨なんか買う昨今。なあ、急に曲がらないで。ゆっくりゆっくり。何してんの？カートって何？カート。ごめんね、おばあちゃん。でも形は変だけど、味はちゃんと綿飴だから。グーの音も出ないほどの手ごし、手ごし感。そのイラストよ。え、ちょっと舐めてみない？本当にあのおじいちゃんから買ってきたやつなんだよ。飴の味なんか、綿飴の味なんか砂糖だよ。おばあちゃんの思い出の綿飴ってどんな味かな。いやでもこの綿飴マジ美味しいんだけど。すげえ頭の空っぽなセリフが出てきたな。見ていたのは編集されてない生中継の映像だ。撮影クルーのみんなはそのキラの言動に大いに盛り上がっている。どんな現場？キラ、そんなに綿飴ばっかり食べていたら後でお腹を壊すぞ。綿飴で腹を壊すっていう事態もまたよくわかんねえこと言ってんな。牛込花子さん獲得おめでとう。今日はここまでにしとこうか。もうちょっと楽しみすぎた。全が出てこなかったけど、放置しすぎるとあんなことになるってことがわかったのが非常に面白かったです。今回はここまでにします。ちょっとね、気になるね、左とか右がね、これスカスカなのがね、もっと俺大きくするか？でも横にしてもなーって思うしな。まあ、こんなもんか。これはもうこういうスタイルでやっていきます。ここら辺にコイプロで出してもいいけど。まあ、その辺も含めてね、ちょっといろいろ考えていきます。また、コイプロも、粛々とね、粛々はおかしいか。虎視眈々と進めていきます。じゃあね、また次のコイプロ実況でお会いしましょう。こんなまた。